僕、お疲れ様。エクストリームワン、ナイスミドルキックチャレンジ。いや、118回良かったんじゃないですか。それからね、子供たちがね、120回、130回やったっていうのは、結構意外だけども、まあでもそうかもしんないなと思うところがありますねあ。やっぱりこう、体重とともに筋肉量っていうのは備えられるようにはなってきますけども、でもさすがにね、20代、30代の この全体の筋肉量と体重のバランスを考えた時にやっぱね1分間のミドルキック120回っていうのは一つの大きな壁だと思うんですよいや僕君結構やったんじゃないかなと思いますでねなんか当日のモチベーションというのはすごいですよね熱気を感じるファイターとしての力がきっと今まで突破できなかった110回ってものをね突破して あわい120回ってところまで行ったんじゃないかな。つまり限界を超えたんじゃないかなと思うんですよ。で、この試合そのものが練習の一部であり、また次の挑戦にね、大きなステップになるんではなかなかと思います。まあでも、次にね、このエクストリームワンの第2回のチャレンジがあるのかどうかまだわかりませんけども、もしね、発表があるでしたらまた教えていただきたいと思います。で、50代以上の試合、えー、これはね、出たいね。 出たいけど、今の私はちょっと無理だと。スプレッドスクワットがなんとかできるぐらいで、試合ができるとはとても思えないんで、うん、やっぱりこう、いろんなものをね、備えていかないといけないかなっていうところはありますね。いや、でも、ラウンドガールの方の登場とか、それから、あるね、たくさんの演出とか、こういったエクストリームワンのイベントにかける思いっていうのはかなり大きいなと思いまして、 成功したんじゃなないいかなと思いますねこの大会自体も。で、我々の挑戦も成功したんじゃないかなと思います。えそして今回ね、改めてエクストリームワンでちょっと検索をかけてみようかなと思ったんで、この動画を撮ってるんですけども、2分ほど喋っちゃいましたよね。ちょっと画面を切り替えてご覧いただきたいと思うんですけども、こちらどうでしょうか。はい。エクストリームワンで検索してみると、見てください。私たちの動画がこういってね、出てくるわけですよ。バコ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 。 つまり、エクストリームワンっていう試合が有名になればなるほど、YouTube で検索する人も増えると思うんで、私たちの動画もこうやってね、白日のもとにさらされるっていう流れですよ。どうでしょうか作戦成功じゃないですかで、この上もっともっとね、動画を出していくと思うんで、多分、エクストリームワンに関わった方が、 おなんだよ、こんなことやってるやつらがいるぞ何リファイトクラブなんだこりゃみたいな感じになると思います今年1年いろんな意味で大きな勝負の年になると思いますこれはですねリファイトクラブそのものにも挑戦だしこれボー君自身のセカンドキャリアにも大きく関わってくると思いますで私としては今までいろんなオンラインサロンを作って育て,て送り出してきましたけどもこの オンンラインジムってていうのは、ね、今回初めてですね私にとっても挑戦なんで今年いろんな挑戦しますけどもその一つにこのリファイトクラブがどこまでこの1年間で育っていくのか見させてもらいたいなってとこですねとりあえず本当にお疲れ様でしたうなぎ美味しかったそれじゃあまた頑張っていきましょう